こんにちは、映画講師の西島めぐみです。今日は大切な人を心にまず思い浮かべて、オウムのチャンティングから始めていきたいと思います。その大切な人、家族でもパートナーでも友人でもペットでも、自分にとって大切な存在っていうのを心に描いて、でその人のためにも素敵な自分である、心地よい自分であるっていうことを、今日のプラクティスは目指していきたいと思います。では快適な姿勢で座ったら、両手を胸の前で合わせて、親指が胸の真ん中、肩と肘を楽にしてすっと背筋を伸ばして、ではオウムを3回唱えていきます。鼻からたっぷり息を吸って、オじゃあ両手をほどいて、外まぶたを開いていきます。じゃあゆっくりと両膝を前に伸ばして、右の膝を曲げて反対の手の指と握り合わせて、足指の付け根を優しくほぐしていきましょう。自分を慈しむように、たくさん力入れなくて構いません。優しくジェントルな動きで、反対回し。じゃ軽く下の足、膝を立てたら、手でくるぶしを押さえながら足首を回していきましょう。ゆっくりと大きく可動域全体使いながら、反対回し、かかと側もしっかり伸ばすように。はい、そしたら指先を自分の方に引っ張るようにして、こう足の首、足首からこう足の甲までぐっと伸ばしていきます。今度かかとをぐっと押し出す。もう一度吐いて足の甲を伸ばして、今度かかと側ぐっと押し出す。はい、そしたらゆっくり下の足伸ばして、このまま深くこう膝を重ねていきましょう。もう中心で合わせられる人は中心で合わせるくらい深くクロスして構いません。しんどかったら緩めていってください。で両手を体の横について吸って、一度背筋伸ばして、吐く息でふわっと前屈。で下の足もかなり伸びてくので、たくさん倒れなくても無理のないところで大丈夫です。顎の力抜いて、肩頭も楽にして、骨盤はどっしり重く床に沈んでいきます。心や頭の中、柔らかく保ちながら、今こうしてヨガをする時間が持てていること、ヨガをする体があること、感謝をしながら、ゆったりもう一呼吸。ゆっくりと起き上がって、まま下の足も膝を曲げていきましょう。
で両膝を中心で重ねられる人は重ねていきます。しんどかったらまたこうすねを重ねる感じでずらしていってください。でぐっとお尻持ち上げて座骨がマット、両手を体の横についたら吸って左手アップ、まずぐっと上に伸びて吐いて右に倒れます。右の体側縮めながら自然と左の体側が大きく伸びていきます。左のお尻は重く床に沈めたまま、余裕があれば左の胸と視線天井に向けていきます。ゆっくり起き上がって吐いて下ろして、ここから体をぐっと右にねじって、左手足の外、右手体の後ろ、吸って上に伸びる、吐いてお腹絞るように肋骨が右を向いていきます。内ももは締め合いながら、尾骨から頭頂までまっすぐ上に積み重ねるように、このままお顔を左の肩に向けるようにして右の首筋伸ばしていく。OK。じゃあゆっくりと真ん中に戻って一息吐きます。はい、そしたら入れ替えていきましょう。今度は左の膝を曲げて右手の小指と絡めて、まず指の付け根の関節を優しく回していきます。反対回し。ヨガをしている間はこう普段気にしない体の部位だったり普段触れないところにこう優しく触れながら体にも感謝を伝えるように。はい、そしたら下の足膝を立てて、で反対の手でこうくるぶしをつかんで、で足首を大きく回していきましょう。可動域を目いっぱい使いながら関節にスペースを作るように大きく、反対回し、はい、そしたらつま先を自分の方に引っ張りながらすねからつま先が一直線、今度かかと側ぐーっと押し出す。一度吐いて足の甲を伸ばして、ラストかかと側ぐっと押し出します。はい、そしたら下の足を伸ばしてこのまま膝を重ねるように右のつま先天井、両手を体の脇についたら鼻から吸って、吐く息でふわっと前屈、もう骨盤ごとこう前に倒れながら背中ふわっと丸めて、お尻はどっしり重く床の方に沈んで、背中や肩は楽に広げていきます。どんな体勢をとっていても呼吸ができるスペース、余白を自分の中に残していきます。眼球や目の周りも楽にして、ゆっくりもう一呼吸。はい、そしたらゆっくりと起き上がって、じゃあここから右の膝を曲げて両膝を上下に重ねていきましょう。ぐーっと内もも締め合うようにお尻の外側ももが伸びていきます。両手体の脇についたら吸って右手アップ、まずぐっと上に伸びて吐いて左に倒れます。ちょっと体重を右に乗せる意識をすると
伸びやすいです。で、左の骨盤と肋骨縮めるように、で真ん中戻ってゆっくり下ろして、ここから体を左にツイスト、右手足の外、左手お尻の後ろ、吸って一度上に伸びて、吐いておへそから絞るように胸と肩が左を向いていきます。吸う息でお腹や胸広げながら、吐いてぐーっと体絞り切るように。さあ、ここから頭だけ右に戻して、顎を右の肩に近づけるように、左の首筋が伸びていきます。大きくもう一呼吸。はい、そしたらゆっくりと真ん中に戻って、足をほどいていきましょう。ちょっとパタパタっと左右に揺らしていきます。はい、そしたら最後ハートを開いていくポーズをして終わりにしたいと思います。これボルスターとか枕とかクッションとか体の下に敷けるものを用意して、今日は胸の下に置いていきましょう。でちょうど肩甲骨の下あたりにこうボルスターとかクッションが来るようにして、このまま頭をゴロンと下ろしていきます。ちょっとポジション調整してくださいね。でこう頭がもし下がりすぎるようだったら、頭の下にもこうクッションとか枕とかこう入れて調整して大丈夫です。目的はこう胸を開くことです。同時に体の前面、お腹のあたりもこう開いていきます。で両手を頭の方にバンザイして、ぐーっと脇や二の腕も広がっていく。吸う息で体の前面を大きく広げて、ゆったり口から吐いて、で両足も完全に脱力していきます。足の付け根ふわっと緩めて、このハートを広げることで、ハートチャクラ、胸のね、チャクラ、ここも優しく開いていくようなイメージをしていきます。このチャクラにはこうお花がそれぞれ咲いてるという、まあ、イメージもねよく持っていくんですけど、その胸が閉じることでしぼんでいたお花が、優しく胸が広がることで綺麗に花びらが開いて、外の世界に向かって微笑みかけることができるように、そして身の回りにいる大切な人、その人とも素直にコミュニケーションが取れるように、顎の力を緩めて、もう一度鼻からたっぷり息を吸って、不要なものを口からすべて吐き出します。まだこのまま少しここにいたい人はこの場所にいてください。私と一緒に起き上がってくる人はゆっくり手足動かしながら体に意識を戻して、ゆっくりと両手をほどいて両膝を立てて、でぐっと手で頭支えながらゆっくり体を起こしていきましょう。じゃあこのまま最後あぐらで座っていきます。両手を胸の前で合わせて、
今の自然と広がる呼吸、感じていきます。それでは今日も心穏やかにお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。今ね、こう自然とかなり胸が広がって、呼吸も普段よりしやすい状態だと思います。今日も一日、人とコミュニケーションを取りながら明るく過ごしていきましょう。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。